しかもこのまま行くそうです。まあ大志の息が整ってるからね。ぜひね、大志のやっぱね、あのテンションで仕掛けた服に食えるのとは、ね、最高だったね。なんか昔俺の友達の弟が犬がうんこしてんの見かけて、20メートル先ぐらいに犬がうんこしてるとか言いながら、そのまま会話しながら歩いてたら、その犬のうんこ踏んだのね、俺の友達の弟。それをなんかね思い出した。最高だった。OK。 まあ大志は決勝は1分の2ムーブで、ジャッジは4人全員にやってもらいます。なのでドローのパターンもあります。そしたらまたエクストラウンド、エクストラウンド、どっちかがもうそうなったらもう消耗戦なんで、どっちか完全に決着つくまでいきたいと思います。大事に OK が出たらいきたいと思います。 OK、 キャンドも OK。 さあ行きましょう、決勝。みんな盛り上がってる。ユニオン、ユニオンチャンピオン、どっち、キャットバーサス大志、はいはい、バトルスタート。
最高ナイスバトル、大きな拍手お願いします。イエー、さあこれで決着がつくのかどうでしょう。決勝はジャッジ4人に判定してもらいます。なのでエクストラウンドも可能性があります。準備はよろしいでしょうか。大丈夫かな、大丈夫、あれ寝てるかな、寝てる、もうちょっといや素晴らしいね。 OK 若手のバトルキングになるのか、その T シャツに書いてある通りに全バトルキングを食うのかどうなる、いきましょう。ユニオンチャンピオンはどっち、キャンドゥバーサス大志、勝ったのはどっち ?3、2、1、ジャッジ!これがリアルあ、オーガナイザーが一番やばいな。これがリアルよ。全員納得のあれなのね、どっちもどっちで盛り上げてたから素晴らしい、仕込みなしでこれ。さあミス、あ、延長はワンムーブで OK なのかな、1分ワンムーブ OK。 じゃあ見てる人最後盛り上げてよ、みんなで盛り上がっていこうぜ。 OK 2人の準備 OK OK かな、いける、騒ぎ騒ぎ、いくぞ。これで決まるのか、キャンドゥー VS 大志決勝延長戦バトルスタート。さあどっちからいく、みんな盛り上がって、ラストゴーゴーゴー。
あの帽子をおっさんかぶる技術もなかなかのものだ。相当です。さあこれは難しいね。これでチャンピオンが決まるのか。まだあるかもしれないがね、リアルな話。さあ準備が整ったら教えてください。上がり方叩いてますみんな。そんだけ素晴らしいバトルだったからね、みんな楽しんでた。さあ OK でしょうか。 OK OK いきましょう。ユニオン、果たしてこれでチャンピオンは決まるのか。キャンドゥー VS 大志、勝ったのはどっち。3、2、1、ジャッジ。キャンドゥー下克上ダンス、キャンドゥーおめでとう。大志にも大きな拍手。すごいナイスバトル。さあすごい、ほんとすごいね。じゃあまずまだ残っているのもあって、2位の大使から協賛でついてくれているアップルマムさん、どっちから、あ、ボードから、2位のセカンドのボードから、ケント君、大谷さんのケント君から大使、おめでとうございます。そして協賛のアップルマム、みんな今日、自分もみんなジャッジの方たちも来てる、イケゼルバンド、DJ アッキーも来てる、アップルマムのコーチジャケット、イエー、おめでとうございます。イエー、ナイス、マジナイスバトル。これは別にマイクはいらないね。 OK、 ではチャンピオン、キャンドゥにチャンピオンのボードを、まずケント君、仲間からだね。イエー、仲間のイベントを盛り上げに来たって最高だね。イエー。さあ、そしてなんと今回からですね、特別にこのバトルのためにウィナーズジャケットがアップルマムさんよりスタジオですからね、ウィナーにしか、チャンピオンにしか与えられないジャケット、アップルマムさんの素晴らしい、これは世界に一つですから、一番最初に袖を通すのはキャンドゥということで、イエー、おめでとうございます。イエー、かっこいい、バッチリサイズも、イエー、おめでとう。これで、まだ、さらに、賞金、20万円、え、違う違う、あ、2万円、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、賞金2万円でした、はい、取ってみました。さあ、おめでとうございます。イエー、じゃあ最後だったね。じゃあ、キャンプーンから、あ、ジャッジの方々から、うん、あ、でもジャッジ今ね、スーツがね、写真撮っててね。キャンドゥの言葉じゃなくていいの。あ、最後じゃあ、これはい、じゃあジャッジの4名に総評かな、総評いただきましょう。じゃあまずは、タクヤから。お疲れ様でした。そうですね、あのこのメンバーで俺がジャッジに呼んでもらえてすごい光栄だと思いました。で、決勝とか延長戦で大志が最初に踊った時に、あ、大志行ったかもなって思ったんですけど、その後のキャンドゥさんのラストムーブもなんかすげえ心から出てて、どっちも食らっちゃって、あのジャッジなのにあのこんなこと言うのもダメなんですけど、本当になんかどうしようって思っちゃいました、最後、一番最後なんで、あの罰出しちゃったんですけど、本当申し訳ないなと思うんですけど、本当に決められなくて、心からすいません、本当にリアルで決められなくて、本当にどっちも食らうものがあって、まああとは大志もそうなんですけど、まあ勇心とか勇気とかタツキとかいろいろ同世代のメンバーがめっちゃチャレンジしてて、でまあ
すげえかましてて、俺もっと頑張んなきゃなとか思ったんで、次のユニオンとかはやっぱ上京して初めて出たバトルとかユニオンだったんで、それでジャッジしてるのもすごい感動的なんですけど、次のユニオンとかは予定を入ってます。挑戦して下の世代の人たちとも、下の世代の子でも超上手い人いっぱいいるし、かっけえなって思う人いっぱいいるからバトルしたいし、なんかフラットな目線で上の人とも戦いたいし倒したいし、なんか本当にバチッとかましに行きたいんで頑張ります。ありがとうございました。じゃあ、いえ、タクヤでした。そういうだけど頑張りますで落ち着いたっていう、さすが。じゃあ次は美穂かな、はい、順番的に。ありがとうございました。泣くことないわ。お疲れ様でした。そうですね、決勝はちょっと本当に途中まで本当大志が若さで押してたと思うんですけど、本当最後のワンムーブはキャンドゥがちょっと一個深いところに行って気持ちが持っていかれたので、キャンドゥさんが今日は優勝かなと思いました。女の子でベスト4まで行った子、なんだっけ、真央ちゃん、真央ちゃん面白いですね。あれどこの子なんだろう。青森。今日結構でも女の子頑張ってたなとか、ハリーとかも良かったし、キララとかもすぐ負けちゃったけど良かったし、バンちゃんとかもですね。なんかそうですね、すみません、ダーザーしてますけど、いいですか、しゃべっても。そうですね、何を言ったらいいの。まあでも予選、やっぱりあれだけいっぱいいる中で取るのは、本当にただ踊るだけじゃない何かがやっぱ一個ないと、ちょっと印象に残らないし、まあでも私的には、上がったと思った人が上がってないのもあったし、まあそんなもんだからバトルなんで、今日は今日だと思って、また明日から頑張ってください。で今日すごい明彦がいい音いっぱい叩けてくれて、踊りたいってなったでしょ。その踊りたいってなった感じをやっぱ出してる人がやっぱ上がっていくと思うんで、念仏唱えるように踊らないで、もっと踊りたいって感じで踊ってくれたらいいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう何ですかこの最高のイベントは。いや本当に決勝もう大志くんも本当すごいね。チャンピオン2人作れるんだったらダブルチャンピオンでね、いいんじゃないかなって思うぐらいちょっと感動しました。プラスやっぱセッションね、ずっと10代から自分も憧れてたストレッチとかとセッションできたこととかちょっと舞い上がってたんですけど、本当楽しくてありがとうございます。じゃ審査対象としては やっぱりこの瞬間出てきた時のやっぱこんだけ自信持ってきてる子だからやっぱ自分のスタイルは持ってると思うんですけど、やっぱ音が近くに聞こえてそれでいてかっこよくて、なんてポリシーを持って踊ってるっていう人に自分はあげたつもりです。でもやっぱ32ぐらいからはやっぱなんだろう、俺も別に何も言うことなくて、なんか続けてきたことを信じてやってくれればかっこいい人もうみんなかっこよかったんで、なんかそのまま頑張ってほしいなと思うのと、やっぱ上がれなかった子はやっぱちょっとバランスが悪いのかな、何か得意でも音の聞き方が偏ってたりとか、なんかそういう問題があったりとかして、まあ上がらなかったと思うんですけど、どんどんまた練習してね、毎日ライフスタイルなんで毎日ダンスして頑張ってください。はい、ありがとうございます。はいはいはい。How are you? Yeah, I'm fine. I'm fine. Yeah, my name is fine. Yeah, like, I have to do surgery, but it's okay. Hi. My brother.
疲れ様でした。お疲れ様でした。言わないじゃん。The battles were really good. あのバトルすごい良かったです。Make some noise for Mao-chan and Disaraki. They were really, really good. Mao-chan と Disaraki にすごいあの評価あげたいと思います。And the final battle was so good, we needed an extra round. あの決勝すごい良すぎて、やっぱ延長が必要だった。So be on the lookout for this guy, because he's probably going to win the next few battles. あの大臣多分次どん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 勝っていくと思うんで、みんなあの注目した方がいいって。Big thanks for Kento さん。Everybody make some noise for Kento. And make some noise for the sponsor, Apple Bump. Show the sponsor love, so the sponsor will sponsor more battles, more events. みんながあのスポンサーを愛してくれたら、そのスポンサーがもっともっとみんなをこう支援してくれると思うんで、行きます。はい。And last but not least, dance from here, not from here. Peace. あのダンスはあのここで頭じゃなくてここから踊ってください。おー！以上です。なる。One, two. Make some noise for the DJ. ありがとうございました。さあ、したら最後にチャンピオンのキャンプから一言もらって。はい、皆さんお疲れ様です。疲れましたね。いや本当に本当にやっぱこうユニオンはねこう歴史があってこうちょっと迷ったんですけど出るのまあ本当に気持ち出してよかったです。本当に大志くんの踊りは結構ちょこちょこしか見てなかったんですけど、うわここまで来るからの上がるみたいな、あれなんか日本語ちゃんと、はい、通訳入れた方がいい。彼はとてもエキサイティングしております。いやだから本当結構やっぱジャッジの人たちもやっぱ今日のイベントでやっぱりこう出たいなっていう気持ちが強くて本当に挑戦して、まあ、空気感がすごいいい感じでこうまあいつもこうあーってこうやっちゃう部分はあるんですけど結構こう自分のこうダンスができたかなってね、はい、あれいや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 本当ありがとうございました。本当にイエーイ、おめでとうございます。じゃあラストはキャントの勝ち名乗りの写真をちょっと撮りたいのでケント君とね、これは違うの、あ一人でやってるの、あジャッジの方々、いやいやゲントゲント手つないで、そうでしょ、はい、手つないでね、手つないで写真でもいいんじゃない、それでこの写真でいいんだよ。じゃあいい、優勝をキャンドル打ったらみんなイエーイ盛り上がってください。本日ユニオンチャンピオンはキャンドル。イエーイ、おめでとう。ここでラスト残ってくれた、最後まで残ってくれた皆さんと全員集合写真、みんなで撮りたいということなので、ぜひ集まって全員で写真を1枚撮らせていただきます。